あの王子様がゲストで来てくれました。王子前段の王子こと中山さつきです。私がね、いつからだ5年前ぐらいからずっと王子って私が言ってて、王子が今回、はい、私ゲストコラボゲスト初めてなの。第1回目ありがたい、嬉しい。ということで今日は王子とお届けしたいと思います。はい、せーの、どうぞ。はい、ということで王子に来ていただいたんですけれども、はい、簡単なさ、普段どういうお仕事してるとか、私、中山さつきです、はい、今まだ19歳です。ね、そこがびっくり。そうなんですよ、一応モデルとかをさせてもらっていて、もともとマイノンと一緒でプチレモンの雑誌に出ておりまして、うん、こういう格好で出てたわけじゃなくて、違う、もっと昔は髪も長くて、マイノンぐらい長くて、今の、初めてのこれぐらいだったよね。うん、長かったかも。未だにモデルとして活動させてもらってます。好きなことはディズニーに行くこと。イエーイ。2人とも年パス持ってるからすぐ行っちゃうね。すぐ行っちゃうんですけど、1回目がランド、ね、ちょうど1年前じゃない。そうだそうだ、イースターに行きました。そう、行きました。なんで笑ったの。横に王子がいる。もう最初からいるから、ここに。そう、耳をつけたよね。つけたね、ウサギの耳。どうもうめっちゃ笑われて、ウサギの耳つけた時にめっちゃね、ピョンピョン言わせたよね。そう、王子がウサギつけてる。もうずっと撮られてたよね。キャラクターみたいに撮られてて。そう、それが1回目で、2回目がシーだね。シー、ハロウィンの時か。そうだ、黒い格好してた。そう、2人で約束してね。うん、私ね、これちょっと言ってないんだけど、何、あの時、前髪つけてたんでしょ。そう、私知らなかったの。え、そう、本当にウィッグつけてるって分かんなくて。本当、そう、ナチュラルだった。ナチュラルすぎて、うん、気づかなくて、帰って次の日にアップしたじゃん、ツイッターとかに写真。そう、あれ、なんか前髪重いなって、そこで気がついて。ちょっと、普通気づかないといけないのに。そうだよ、そういうのね、気づかないとダメだ。すいませんでした。その時の動画、こちらです。ちょっと前髪ね、重めですね。うん、気づかなかったんだ、ちょっと言ってくれないかなって思ってた。うん、だよね。悲しませちゃった。3回目が、それが1週間前ぐらいの、そう、ちょうど1年前だから、ちょうどイースターだね。そうだね、じゃあ先生つけて。1回目より似合わなくなってた。え、なんでだろう。イケメン度増したし。あ、嬉しい。なんか男、女の子、女の子。あ、そっか、それ言ったっけ。あ、言ってない。それ結構知らない人多いと思いますよ。王子の可愛いポーズ。これディズニーでやった時にめっちゃ笑われて、なんだ。でも前の言ってみて、あ、かわいい。彼女はなんでなんか、ミニちゃんのポストのところでよく写真撮るんだけど、王子そこに立ってって写真撮ろうとしたら、ね、ミニちゃんにちょっと合うような ね、うん、うね、かわいいポーズしてって言ったら、成功出たのね。そう、かわいかったよ。本当に、うん、本当に言ってる。でもその日風が強いっていう。そうだ、いつも天気悪いよね、行くとき。そうだ、でもね、いつも王子がね、傘さしてくれるの。そう、あいあい傘して。よくディズニーでさ、行くとよく声かけていただくんだけど、王子といる時ってなんかちょっとヒソヒソされるの。逆に声かけていいのかなみたいな、なんかすごいプライベート感そしたら勘違いしてる人いるよ。いるよね、うん、いつもディズニーでこんなだから、うん、見ちゃったって、見ちゃった。見ちゃったみたいな顔してる人いるよね。いるよ。あと、あれだよ、ファンのことなんだよ、うん、なんかもう雨だし、そろそろ帰ろうかみたいに言った時にファストパーツあげますみたいな、うん、すごい聞いてくれて、すごい優しかった。ありがてー、ありがてー、ジェントルマンでしたね。見習ってね。はい、頑張ります。はい、というわけで王子に来ていただいたんですけれども、また来てすぐ。え、来る、楽しかった。毎回来て、2人の番組になっちゃう。いいよ、いつか王子だけの番組になる。私それでもいいや。まあまあね、いいの。チャンネル登録するね。はい、ということでディズニー大好きな2人で会話したんですけど、声かけていただくとすごい嬉しいよね。いや、嬉しいですね。一緒にいて、うん、大丈夫だよ、声かけてもね、本当に。はい、ということでチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ、ミルクティー。